では今日もスーパーマーケットに行ってきたので購入品を紹介しようと思います。今日はですね、ホールミルクを買ってきました。昨日はですね、オートミールを作って、で牛乳を入れて、セミスキムでミルクを入れて食べたんですけども、まあ、味がもう少し牛乳の味が濃い方がいいのかなと思ったんで、ちょっと今回はホールミルクを買いました。で、昨日このミルクを買いたかったんですけども、この1パイントのサイズが売り切れてて、で今日夕方早めの時間にスーパーに行ったら、この小さいサイズがあったんで買ってきました。ホールミルクなんですけども、日本人にとっては味が濃いと言われているので、どれぐらいの濃さの味なのかっていうのが楽しみです。これはスペシャルフライドライスって書いてありますね。まあチャーハンみたいなもんだと思うんですけども、まあ1ポンドだったので温めて食べようかなと思って買っておきました。冷凍です。あとはですね、フルーツですね。これちょっと気に入ってるので買ってきました。これは300g 入って1.5ポンドです。で、あとウォーターメロンですね。ウォーターメロン、スイカなんですけど、マックに書いてある通り1ポンドです。まあ、本当はこのミックスフルーツの方をですね、2つ買いたかったんですけど、売り切れてたので、今日はスイカを買いました。で、あとはホットドッグです。これよりたくさん入ってるものもあったんですけど、まああんまり多く入ってても食べきれないので、このサイズを買いました。まあ多分普通にボイルして食べるか、電子レンジで温めてっていうふうに書いてあります。で、あとは日用品です。これはお風呂で使うレーザーですね。で、こちらはシャワージェルになります。ね、ボディウォッシュとシャワージェルどっちを買うか迷ったんですけど、まあ、ボディウォッシュよりシャワージェルの方が全体的に値段が安かったので、まあ、シャワージェル使ったことないんですが、これを買ってみました。まあ、お店でですね、買う前にちょっとネットで調べたんですけど、ボディウォッシュは、まあ、体を洗うために使うんですが、シャワージェルっていうのは体を洗うのと、あとはお風呂のバスタブ、泡風呂を作るためにも使えるそうです。で、あともう一つ、シャワージェルの方がボディウォッシュよりも肌に優しいらしいんですね。まあその辺のところも試してみたいと思います。まあ泡風呂をやるかどうかはちょっとわからないんですが、とりあえず使ってみてどんな感じか試してみたいと思います。